ダニエル・トーマス・プリー・サックは、アメリカ合衆国インディアナ州レーク軍、ゲイリー出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。同じく、メジャーリーガーのザック・プリー・サックは、追いにあたる。1980年の MLB ドラフト2巡目で、セントルイス・カージナルスから指名されたが、入団せずに、ノースカロライナ州立大学へ進学した。 1983年の MLB ドラフト一巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、プロ入り。1986年4月11日のニューヨーク・ヤンキース戦でメジャーデビュー。マイナー時代は先発だったが、メジャーデビュー後はほぼ一貫して、リリーフとして起用された。この年は51試合に登板して10勝7敗14、セーブ。 防御率2.9775奪三振の高成績を残し、いきなり活躍。1987年からはクローザーを任され、この年から4年連続で20セーブ以上、3年連続でオールスター選出を果たしている。その後、先発転向に挑戦した時期もあったがリリーフに戻り、1993年から、 引退する2003年まで11年連続50試合以上に登板した。通算1064試合の登板はメジャー歴代7位の記録である。引退後は2005年から2008年までコムキャストスポーツネットシカゴ局でキャスターを務めた後、2009年からは MLB ネットワークのアナリストとして活動している。ありがとうございます。